てたんで。うわ、島よかった。絶対気持ちよさそう、ここ。まだ長く乗れるって。乗ってる時間が短い。最後の最後までしっかり外径取ってこないと、外交外径あれ途中でやめちゃうから、みんなスキーがたまらないで、スキーラウンドしていかないじゃん、見てると。せっかくこれからっていうところでもうスキーたまわせないで、もう次のところ入っちゃった。ターン指導はいいですか？え？ターン指導はいい。いいけど、だからターン指導いい、いいも悪いもだから、早くね、もう間が持てないような感じになっちゃってるから、あれもっと長く乗んないと。痛い。はい。これはしょうがない。それはヨットより楽しいよ。めっちゃ面白い。一生懸命。ただ角が立つような味方かっていうと、そう。外径を取ってます。はい。外径を取るためには外交を取ってます。はい。ちょっとトップから入ってきてもいいかなって感じなんですけどね。方向付けのとこはちょっと甘い感じがします。はい。